はい、おはようございます。森本隆です。やばいぜ舞鶴、森本隆ならこう帰る。今日は2022年の4月の19日火曜日です。はい、おはようございます。まあ今日はまあまあ過ごしやすい天気になりそうな感じでよかった。でもまあね、寒なったり暑なったりかなんですよね。僕もね、あの庭のガーデニングで、ね、このお庭の手入れがちょっとこれ本格化してきたんですけれども、まあ、風が強かったりね、寒いとちょっとそのなかなかこのお庭仕事ガーデニングができないんで、なかなかちょっとストレスが溜まります。はい、今回はもう結構ね、3回前、前々回、その前、3回前、結構気合い入れて動画作ってきたんで、かなりまあお疲れモードになっております。で、まあ今回はちょっとあまりそのなんていうかな、気合いを入れずにというか、ゆるくこれお話ししたいと思います。ずっとこの舞鶴市の不正をまあ追求してるんですけれども、まあほんまにぼちぼちちょっと自分のこうどういう風な街を作るか、どういう風な舞鶴に変えていくか、どういう風な舞鶴の未来の舞鶴を作りたいかっていうことを、まあ、お話ししていきたいと常々思ってるんですけれども、あまりにもね、もう不正行為というか、もう悪いことが舞鶴に多すぎて、まあ、どうしてもその問題の方に目を向けがちなんですよね。まあでもまあそこをほっといたら、やっぱ舞鶴どん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 ダメになるし、もうさらに悪化していくんで、このやっぱこの悪いところを食い止めつつ、やっぱりいい舞鶴をどういうふうに変えていくか、未来の舞鶴をどういうふうに作っていくかっていうことを、まあ皆さんにお伝えしていけたらなと思っております。はい。で、今回は、まあちょっと ゆるくですけれども、まあ舞鶴の未来をどうするかっていうことを、まあフリートーク的な感じで考えていきたいなと。はい。今ね、まあ選挙公約を作ってる最中なんですよ。で、これね、ずっと前からも作ってるんですけど、なかなかこれ難しいですよね。やっぱ状況がバンバンこれ変わっていくし、調べれば調べるほどやばいよね舞鶴っていうことが出てくるんです。で、まあ、僕もその舞鶴は悪いと思ってましたけれども、この3回の放送を見てもうたら思いますけど、すっごいひどいじゃないですか。まあ毎回僕の想像を絶するひどさっていうのが次から次へとこれ出てくるんですよね。まあ僕が、まあ、市長選に出る決意をしたのは、もう前の市長選の時なんです。で、そっから、まあ、ずっと、3年前の市長選挙の時に、まあ、一応そのね、選挙の案内っていう、市長選の案内のところに行って話聞いて、まあ、そこから準備をずっとこれ始めてるわけなんですよ。もう3年目になるんです。で、その間にパームのことがある。パーム発電の反対運動があって、まあ成功させたっていうことがあって、そこでまあ結構ガラッと変わったんですよね。最初は単純になんかこう舞鶴市のいいことをしていれば、舞鶴市に対していい政策を打てば舞鶴は良くなるんだっていうふうに思ってたんですけれども、最近はその違います。パーム発電の時からですね、あ、舞鶴悪いことめちゃくちゃ多いんやと。これまあ本当にあの市民の感情からかけ離れた、市民の思いからかけ離れた市政運営がめちゃくちゃされてるなって。最初はパーム油ぐらいのことかな思ってたんですけども、もうそこから本気で調べてくると、舞鶴の悪い場所バンバン出てくるわけですわ。で、そのたんびにこのなんか、考えた政策これずっと作り直していってましてですね。なかなかこれ皆さんにオープンすることができないんですけれども、まあまあ、さすがにね、もう、10ヶ月も前なんで、まあ、ぼちぼちこれオープンにしていかなきゃいけないなということで、まあ、これからもう、ちょっと、なんていうかな、もうこれですって決まったやつはもう出せない。やっぱり、絶えずこれ日々変わっていくんで、状況に合わせて変わっていくんで、まあ、近々この、今思ってる政策っていうのを、まあ、政策公約っていうのをこれ、まあ、アップしていきたいと思ってるんですけれども、まあね、そんな中でやっぱね、最初思ってたのは、いいことをしたら舞鶴は変わる。いい政策を打てば舞鶴が変われる、良くなるっていうふうに、最初は4年前は思ってたんですけども、今は違うんですよ。今は、まず最初にやんなきゃいけないことは悪いことをなくす。そこが大事ですね、やっぱり。うん。で、まあ、この間も、府知事選があったじゃないですか。で、あとは、南丹市とか与謝野町でも、まあ、選挙ありましたね。市長選、町長選とか、市会議員の選挙とかあったみたいですけれども、まあ、そんなんを見てると、やっぱりね、まあ、舞鶴よりも、ちょっと人口規模がちっちゃい町ですけれども、そんなの見てると、やっぱり、何を公約に挙げてるかっていうのは、やっぱ分かんないですよね。まあ、でも、外部の人間っていうこともあって、まあ、情報が入ってこないっていうのもあるんですけれども、やっぱりネットを使った、その、どういうふうな政策をするかっていうのが、もう全然、どちらの選挙も分かんなかったっていうのが
って、ああ、やっぱりどこの議会も市長選も、まあ国会議員もそうですけれども、何をしたいのかちゃんと伝わってきれてないなっていうことがよくわかりました。うん、で僕も伝わってないと思うんですよね。でそこをなんとかこれずっと変えていきたいなと思います。でまあなんで伝わらへんかっていうのはやっぱり伝える努力をしてないっていうこともあると思うんですけれども。僕がこれ実際に伝える側になって思っているのは、いや、こんなこと言うたら嫌われるんちゃうかとか、こんなこと言うたら、こんなことを政策にしたら支持者が出ていくんじゃないか、自分から離れるんじゃないかっていうすごい心配があるんですよ。だから、なかなかその、口に出して言えない、うやむやにしたいみたいなことは多分あって、なかなか言えないし、伝える技術もない。ね。まあ、両方やと思うんですよ。でもまあ、僕は一応このね、伝える技術はあるし、まあ、何も隠さずに僕の考えを聞いてもらったらいいなと思って、まあ、これから伝えていきたいとは思います。で、ただ、なんていうかな、その、政治ってなんかこう、筋が通った一本道のことを、もうこれを決めたらこれをやるんだ、ダーンってみたいな、そんなことが好まれるっぽい感じがしますけれども、僕に限ってはやっぱりその、事業、会社経営しててですね、やっぱり悪いことがあったら、どん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 これ直していく。トライアンドエラーっていうかね、挑戦して間違ってたら直していくっていうことをこれ常々会社の仕事としてやってるんで、やっぱりその政治もやっぱそうあるべきだと思ってるんで、僕はもう間違ってたら間違ってたらすいませんって謝ってさっさとこれ直していくっていうふうな手段で政治をやっていきたいというふうに、まあ思っております。で、なんだろう。まあ結構ね、政治関連のお話も聞くんですよ。まあどういうふうなあるべき政治の姿だとか、まあ本も読んだりするんですけれども、いや、どうしても僕ね、そんなに政治家がやってることがいいとは全然思わないんですよね。で、全然心に響かない。いや、このやり方は古いだろうっていうふうにしか思わないんですよね。まあ、割と特に今の政治家の人ってなんか、いや、何をしてるのかな、で、そんな綺麗事ばっかり言うてどうなのかなとは思ったりもします。僕はまあ、綺麗事はまあ、すごい言うてるとは思いますけれども、やっぱそれはすごく大事なことで、ただそのなんか清濁合わせ持つっていうところはもう分かってるつもりなんで、今僕がこう批判してるのは清濁合わせ持ってもダメでしょっていう、清だけじゃダメですけど濁がひどすぎるでしょって、そうしたらもう清も完全にかすむでしょって汚れるでしょっていう、そのレベルのひどいことに対してものを言うてるわけなんで、別に何が全部が全部悪いって言うてるわけではそれはないんですよね。で、そんな中でまあ僕はやっぱりね、会社ずっと経営してて、まあ、大事なのはやっぱね、会社が育って成長するにはやっぱりマーケティングってすごい大事だと思うんですよ。で、マーケティングっていうのは、まあ商売に絶対これ必須のもんなんですけれども、マーケティングっていうのは結構ね、なんかこういう広告の打ち方だとか、集客の仕方だとかね、お客さんとの対話の仕方だとかっていう、そういうなんかこう、テクニック論だと思われてる方すごく多いと思うんですけども、実はね、マーケティングそういうテクニック論の、まあ部分もあるんですけれども、大きくはその、なんていうかな、思考方法みたいな感じなもんなんですよ。この商売とはこうあるべきだとか、こういうふうな思想、うん、商売の思想みたいなのを考えるのが、考え方とかそういうのをやるのがマーケティングっていう面もあるんです。で、僕はまあそっちの方が好きなんで、まあいろいろ結構マーケティングの本は読むわけですわ。うん、多分年間結構本読むんですけども、マーケティング関係の本はかなり読んでる方だと思います。で、そんな中でですね、まあマーケティングの本を読んでると、いや、絶対政治ってマーケティングだよなっていうふうに思います。この行政運営、市政運営するね、政治を行うっていうのは、やっぱりマーケティングに乗っ取ってやればいいんじゃないかな。もういつももう本読むたんびに、いや、これは政治に使えるよなって、もう、絶対政治だわっていうふうに思うわけです。でもまあ、政治の本なんか読んでると、いや、これ違う、僕は違うとなというふうに、まあまあ常々思ってるわけです。だから、僕のやり方は、僕的にはもうめっちゃ、自分には刺さってるんですよ。僕がなんかね、結構尻滅裂っていうか、むちゃくちゃなこと、多分、政治やってる方からすると、すごいとんでもないことやってると思うんですけれども、まあ、多分、なんていうかな、会社やってるはずの人やったらわかると思うんで、そういう、マーケティングとかやってる会社やったらね。で、まあ、そんな感じ。うん。だから、まあ、僕は、これ、絶対に、
勝てると思ってやってるわけです。でもまあ普通に多分一般の目線からすると何をしてるんだっていうふうにまあ思われてると思う。まあほんまに前回もね余談でちょっと言いましたけれど もうありとあらゆるところに敵を作ってですね、まあ完全にこれ周りから追い詰められて孤立してる状態なんですけども、いやそれでも勝てるぜっていうふうに思うんですよね。これもまあ僕がやってるこのまあ仕事、もう何十年間の仕事で得た知識、マーケティングの知識を駆使してこれ今戦ってるわけなんで。ただねやっぱりその会社やったら失敗したらすぐやり直しゃいいんで、何回も何回もこのちっちゃい戦いを繰り返してどん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 これ大きくしていけばいいんですけれども、まあこの政治っていうとなるともう本当に4年に1回の大きな戦いに勝つか負けるかだけの話なんで、次負けるとまあ次4年後しかない。やっぱりだからもうなかなか、ま、簡単に負けられる失敗できるっていうわけじゃないなと思うと、なかなか大変なマーケティングだなと。一発勝負のマーケティングっていうのはなかなかきついよな。僕自身はまあ絶対勝てるよって思ってる。絶対市長になる、市長になる、もうなるつもりでおるんで。で、もう僕がそのまあ4年前に市長を目指すと思った時は、いかにしてその市長になるかっていうところが主眼だったんですよ。その市長選に勝つかっていうところがそのまあ4年前はメインで、パーム発電のまあ直後なんかも舞鶴を変えなきゃと思って、なんとかして市長にならなきゃと思ってですね、変えるためには市長になるのが一番手っ取り早いからと思って、まあいろいろ市長になる方法を探ってたんですけども、今はもう全然別に違うんですよ。別にその市長になる方法を探ってるんじゃなくて、なった後にどういうふうに市政運営をするかっていうことに今もう目を向けてやってるんで、僕の中では別にそんなに選挙が今、まあ大きな口を叩きますけれども、そんなに重要じゃなくて、なった後にどう舞鶴を変えるかっていう、そこのところがすごい大事なんで、まあさらにそのなんか選挙公約が、まあ難しくなるわけですよね。まあなかなかそのね、選挙公約って言ったらもう結構その万人受けする、ありきたりなことをこれ言うときゃいいのかもしれません。まあちょっと汚い言い方になるかもしれませんけれども。まあ耳心地の良い言葉を発しとけばいいのかもしれませんけれども、まあもう実際にこれ今から市政運営をしてどういうふうに街を変えていくかっていう、こっちの段階にもこの選挙飛ばしてこっちの方に来てるんで、まあなかなか前に進まないなっていうか、まあ僕の中では分かってるんですけれども、それを一般の普通の人たちに対して伝えるのは難しいよなというふうに思っております。はい。でやっぱりね、そんな中で、結構今日は支離滅裂な話なんで、話がこうポツ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 と飛びますんで、はい。もう台本なしで、3回台本書くと結構しんどいんですよね、あれ。もう台本書くのに1日かかりますからね。で、喋って編集して、2日3日かかるんで、結構カツカツでずっとやってきた。まあ、今回はちょっとフリートークで頭の中にあることをこう出していくよ。そんな感じでやっております。やっぱ自分の中の頭であることをこれ喋ることによって、で、動画にすることでまた自分も頭の中でこれ、考えることができるんですよね。で、自分で頭で考えて喋る、それを編集する、文字にする、で、もう一回チェックする。これでまあ結構頭の中にズボンとこれ考えがまとまるんで、すみません。皆さんもこの僕の思考を、なんかこう頭に焼き付けるためにこれやってるんで、また付き合ってください。はい。まあそんなことでですね、まあいいこと、まあ一つ、まあ出た結論っていうのは、舞鶴市をどうするかっていうのは、まずその、いいことはいっぱい思いつくんですけれども、まずその前にやんなきゃいけないっていうことは、悪いことをなくすんです。そこがすごい大事。舞鶴にすごい悪いこといっぱいありますよね。例えばほんまにこの間の赤ちゃんがコロナにかかって治療を受けずに見殺しにされるなんて、ありえへんでしょ。日本でここだけですよ。舞鶴だけですよ。そんなにひどい医療状態、医療崩壊した状態なのに、誰一人文句を言わない。議員も言わない。市民も言わない。マスコミも報道しない。恐ろしいですやんか。で、これはまあ、そのなんか田舎の街はこんなもんやろうみたいな感じもあるかもしれませんけど、そんなニュース聞いたことあります？ないでしょ？日本、舞鶴だけですよ。なんかね、北海道のすごい田舎町の生まれた子供がこのコロナで死んだとか、なんか離島のね、赤ちゃんが死んだとか、そんな話聞きませんやんか。舞鶴よりももっと悪い医療の地域があるんやけれども、そんな方たちも赤ちゃんは死ぬことなく、赤ちゃんがコロナで死ぬことなく治療を受けれてなってます。はい。お年寄りとかはわかんないですよ。特にその、ほんまに赤ちゃん、10ヶ月の赤ちゃん、それぐらいに限定すると、ちっちゃな子供がコロナで命を落とすのはニュースなんて、そうざらにないね。ほとんどないのにもかかわらず、舞鶴では発生している。しかも、治療を受けたんじゃなくて、治療を受けられずに見殺しにされたんですよ、目の前で。お医者さんの目の前で治療を受けられずに、お医者さんに運んでんのに受けられずになってるんですよ。それぐらいひどい医療ね、そんなのも含めてこれ舞鶴が悪いところですわ。まずそれは絶対正さないといけない、直さないといけない。大変だと思いますけれども、まずその医療は絶対やらなきゃいけない。で、悪いことをなくす、まず第一はやっぱり医療だと思います。
で、それを報道するマスコミっていうのがいないっていうのは、それもまだおかしな話なんですけれども、前の毎日新聞の恫喝事件、市長が新聞社の本社に乗り込んで、相手の新聞記者をひぼボロッカスに言うて、いたぶるっていう、その狂ったような事件。そんなんがあるからマスコミ動けない。それはもう当たり前ですよね。だからそういうちょっと報道はちゃんと伝わるように、その、まあ、報道を規制しない。報道を規制せずに、舞鶴の悪いところはどんどんこれ市民に知らせてもらって、舞鶴のこの自浄作用を働かせる。大事ですよね。あとは、このね、前回の、まあ、自衛隊の話か。自衛隊の話、海上自衛隊の侮辱のやつなんかでも、そうです。海上自衛隊って、舞鶴に住んでる人、めちゃくちゃ多いじゃないですか。僕のほんまに町内は、もうほんまに石投げたら自衛隊に当たるぐらい、もうみんな周りの家、みんな自衛隊の人ですし、やっぱその、自衛隊辞めて、また舞鶴にずっといてはる方もいらっしゃる。定年退職されていらっしゃる方も多いんで、かなり元自衛隊だとか現職自衛隊の家族の方っていうのは舞鶴の人口比率として高いですし、やっぱり経済規模としてもやっぱり安定した職業で舞鶴の例えばそうなんていうか舞鶴の GDP っていうのかな、でも比率的にはすごい高いです。はい、多分 25% ぐらいいってると思うんです。 20% から25% ぐらいのアイデアと思うんです。でここもまあ調べましたけれどもなかなかこれ数値が出てこないんでわかんないですけども、まあそれでもですね、舞鶴のまあ経済の基盤、ほんまに大きな要素を占める自衛隊の待遇がすごい悪いのは、なんかちょっとこれそれはあかんでしょうと思うわけですわ。舞鶴の主力産業として自衛隊を捉えれば、もっと自衛隊はもっとその優遇するべきだと思うし、やっぱりその経済にとってもすごくいいし、で今ね、ほんまにロシア、中国、北朝鮮っていう、まあ三国にこれ囲まれて、まあ日本の防衛っていうのも大事にしていかなきゃいけないし、やっぱりその日本海側の防衛の要の舞鶴港も大事なんで、そこら辺のこれ重点措置もやっていかなきゃいけないですよね。でやっぱそういう自衛隊に対する待遇も舞鶴市めちゃくちゃ悪いんで、なんかね、口では言うこといいこと言うてますけれども、全然なんかそんな搾取する気満々やないですか。だからそういったことも改めていかなきゃいけない。で自衛隊の人なんかでもね、結構喋るんですよ。もうお友達多いもんで、でやっぱりね、なんかその自衛隊の人たちはそのなんかボラれてるっていう感がすごい。舞鶴はボルっていうのは余分に自衛隊っていうだけでお金取られるみたいな、そんな雰囲気が未だにあるんで、そういったこともやっぱ正していかないとあかんと思うし、やっぱり舞鶴を人気のこの不妊地っていうのかな、自衛隊の赴任する先として、もう日本で一番大人気ぐらいにしていくと、やっぱりそこのところでも変わっていくと思います。もう自衛隊から搾取金くれっていうんじゃなくて、ちゃんとそのギブアンドテイクなんで、これもやっぱマーケティングからするとですね、やっぱり商売売る側はお客さんにいいものを提供するのがまず第一で、そっからお金をまたいただくと、そのそれの対価に見合ったお金をいただくっていうのが一番それはベストなんですよ。でも舞鶴は単純に場所だけ与えといて、あとは金よこせみたいな、そんな感じじゃないですか。だからそれはおかしいよなって、マーケティングとしてもおかしいよなっていうふうに思うわけですよ。だからいろんな舞鶴の分野っていうのは、まあマーケティングやってる人間からするとおかしいよなっていうのは、まあそれはもうよくわかります。ね、もう本当にまたあとはね、このユーザーの意見を反映しない。市民の意見はもう聞かずに、自分たちね、市議会の職員が考えたことだけ、市長が考えたことだけこれずっとやっていくっていうのも、それはやっぱりマーケティングに反してるわけですわ、やっぱり。商品開発、商品物を売るっていうのは、もうやっぱりお客さんのユーザーの話を聞かんともう話にならんので、それも物を売るね、商品を売る、サービスを売る上では絶対にそのユーザーの意向を反映するっていうのは、もうそれはもう原理原則、基本中の基本なんですよ。それができてへんから、まあ舞鶴市おかしいあります。はい、でもほんまにこの3年間で本気でこれ舞鶴市のこといろ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 ずっとこれ調べてますと、ほんまに悪いことがもうたくさんあってですね、まあ政治としてはこれが正常なのかもどうかわかんないですけれども、僕が商売やってる長年この一般市民の感覚から見たこのマーケティング論としては、舞鶴の政治とか姿勢ってのめちゃくちゃおかしいわけですわ。で、それはこんなに悪いことをマーケティングに反るすることをやってたら、それは舞鶴ボロボロになるよっていうふうに思います。うん、で、まずは、まあ、今後ね、この、公約、選挙公約、どういうふうな舞鶴を変えるかっていうことは、これ公表また近々していくんですけれども、まあ、それの第一に来るのはやっぱり舞鶴から悪いことをなくすっていうのが、もう、
ありとあらゆる悪いことを僕聞いてるんで、それはもうよく熟知しております。うん、で、まあ多分僕以外にもね、いろんな市長目指される方出てくると思いますけれども、絶対ダントツで僕が舞鶴の悪いことを一番知ってるんで、それはもう最大の強み。普通はそのね、まあ表面だったことしか舞鶴悪いことを分かってないと思うんですよ。会社の問題点ね、企業の問題点、団体の問題点、舞鶴市政の団体の問題点っていうのは、なかなかそれ外部に漏れることってないじゃないですか。でもそこのところは僕はもう徹底的にこれ今調査して、もうどこの誰よりも知ってる、どこの新聞記者よりも市長よりも市の職員よりも舞鶴の悪いところを知ってるんで、それをまず直していくことがまず一番手っ取り早くこれ舞鶴いい方向に持っていくことだというふうに思ってます。いいことはね、お金あって出したらそれはできるんですけど、悪いことってなかなか直せませんやんか。まずは悪いことをなくすっていうところにこれまあ重点的に、それだけでもすごい違うと思いますよ。だって車をね、まあこうてなんかいろんなねオプションバーバーバーとつけていって、まあ豪華な車に していく、車をデコっていくっていうのかな、まあそんなもありますけれども、もともとのそのエンジンが錆びついてたら、うん、ガソリンタンクに穴が開いてたら、もうそれは車なんか走らないじゃないですか。いろんないいことを後付けでこう足していってもですね、まあゴテゴテしてなんか使い勝手が悪くなるばかりで、ほんまに肝心要、舞鶴を走らせたビルタのエンジンを整備する。穴が開いたガソリンタンクをちゃんと塞ぐ、修繕する。錆びついたブレーキを、きれいにする。うん。そういったことをしないと、舞鶴っていう車は、走らないんで、後からいくらつけてもですね、舞鶴の良くならない。やっぱり、原理、原則、基本は、悪いところをまず直してっていうのが、まあ僕のほんまに第一の公約になって、いきます。はい。もうそこのところはもうずっと変わらないんですけれども、まあ、それ以外のことはやっぱりこの社会情勢によってずっとこれまた変わっていくんで、例えばまあ、すごい言いにくい話、まあ、誰も多分なかなかこれは一番言いにくいと思いますけども、原発の問題ですよね。原発の問題なんかも僕もそのやば、今までは原発の問題に関してはもういやほんまに分からへんっていう風なこれ回答してました。もう確かにほんまにそうですよ。もうほんまに正直その原発怖いけど、いやー、やめてほしいけどやっぱ怖いよなーって、もうここのところね、行ったり来たりしてどういう風に皆さんに伝えようかなと思ってたんですけれども、やっぱりもう今このね、ロシアとウクライナの戦争が始まって、やっぱりその原油価格もガーッと上がってますよね。ガソリンも上がってます。で、石炭もないや、エネルギーも入ってこうへんになってくると、やっぱり日本のやっぱりその産業ね、経済に大きなダメージを与えるんで、いやもうここまで来たらやっぱりもう原発も認めなしゃあないなという風に。もちろんそのね、安心安全ね、防災対策しっかりして原発を稼働するっていうことになると思いますし、やっぱり舞鶴の、まあ、主力産業の一つ高浜をね、大井町の方にあって、舞鶴からもたくさん働きに出てる人がいてるんで、まあ、主力産業の一つやと言ってもいいと思います。で、そういったことも含めて、まあ、原発はすごい怖いけど、それはもう認めざるを得へんな、推進、今の日本では推進せざるを得へんよな、地球温暖化のこととかも考えても怖いけど推進せざるを得へんよなっていうのは思いますね。で、まあそこのところをね、まあどういうふうに皆さんに伝えていくかっていうのもちょっと問題なんですけれども、まあもう今の時点でやっぱり、ああ原発っていうのはもう大事な舞鶴のエネルギー政策だ、舞鶴日本のエネルギー政策だなっていうふうに思ってます。それでもで別にその稼働はもうしても仕方がないと思うし、まあでもできる限りはね、原発減らしていく方向で行ってほしいですけれども、やっぱり今の状況を見ると増やさざるを得へんし、そのためにはやっぱり舞鶴の防災対策、災害対策っていうのも大事だなっていうふうに、でそれに合わせて、まあ、産業政策もこれ考えていかなきゃいけないんで、まあ、そんなことも、まあ、やっぱりその時勢によってね、世の中の流れによって変わっていくわけですわ。はい。まあ、そんなことでですね、また今後この、まあ、公約みたいなのをこれ随時発表していきますけれども、まあ、一番の要はまずその舞鶴からその悪いことをまずなくしていくっていうね、悪い政治をなくしていく、うん、悪い政策をなくしていくね、市民のために働く組織を作るみたいな、そういったことがまず第一にあって、その後それはもう絶対揺るがないんで、はい、悪いことをなくす、それは揺るがずに、それ以降のもんは、まあまあ、これから少しずつこの時勢によって、時の流れによってこれ変わっていくと思いますけれども、まあまあ近々この選挙公約っていうのもこれ発表したいと思ってますんで、はい、皆さんまた引き続き見てください。はい、以上ありがとうございました。終わりです。はい。はい、余談です。余談はですね、まあ堅苦しい話ばっかりもなんなんで、ちょっと今日は私の会社のお庭を久しぶりに見てください。はい、私の会社の庭を見てこう癒されてください。はい、どうぞ。
I'm driving down an empty freeway. No waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me.